北ドイツ連邦の地図北ドイツ連邦は、1867年4月26日に、ドイツ北部のプロイセン王国を主体に22の、両方から成立した、連合体を指す。1871年のドイツ帝国の母体となり、気候の大部分は引き継がれた。なお北ドイツ連邦は、連邦国家ではなく、両方や自由都市の緩やかな連合体すなわち、国家連合である都市。 北ドイツ同盟と訳す考えもある広島戦争に勝利したプロイセン王国は、オーストリアの主導するドイツ連邦を解体し、ドイツ関税同盟によって兼ねてから、結びつきの強かったドイツ北部諸法と連合する連邦国家を成立させた。連邦主席は、プロイセン国王が務め、戦線、後は、条約締結並びに陸海軍を指揮する権利を占有した。 北ドイツ連邦の最初は、プロイセン首相である、オットー・フォン・ビスマルクが務め、また、連邦参議院議長も兼任した。プロイセン王国だけで、国土、人口の8割以上を占めたが、主権は、核両方に残された。ビスマルクは、核保有鉄道の統一を試みるがついにかなわず、ワイマール憲法まで実現は待たなければならなかった。 バイエルン王国を中心とするドイツ南部の諸法には、ハンプロイセン、親オーストリアの気風があったため、ビスマルクはまず、オーストリアを除く、小ドイツ主義によるドイツ統一を目指した。バイエルンには、帝国郵便の本拠レーゲンスブルクがあった。連邦政府の組織としては、諸法の代表による連邦参議院と、男子普通、直接選挙による連邦議会があり、 連邦議会は立法権及び予算審議権を有したが内閣は存在せず事実上主席と最小が認めない限り何一つ決定できない仕組みだった。北ドイツ連邦の存続期間を通して連邦主席はビルヘルム一世、連邦最小はビスマルクであった。北ドイツ同盟を用いる例にクリキトシを、19世紀ドイツ憲法理論の研究、新参者がある。 ありがとうございます。